こんにちは、さかねの森です。さあ、今日は何の日かな。今日は何の日かを教えてくれる人がいますので、まずはこちらをご覧ください。こんにちは、小豆島の漁師濱井です。今日は何の日かなということで、おそらくタコだと思います。この間ね、マグロをいただいたので、そのお礼にクジラじゃない、タコを取りに行こうと思います。これを送ります。ということで、小豆島の漁師浜優くんからお荷物が届いたわけなんですけども、タコ小さくてすいません。小豆島の漁師浜優ということで、タコが入ってるんでしょう。開けていきます。おお、すっごい鮮度、ピンピン。これむちゃくちゃ美味しいやつじゃん。今旬です、モンコウイカ。おお、かわいい魚ランキングに入ってる、ウマヅラハギちゃん、うん、美味しそう。ということで、このね、タコ、イカ、カワギが届いたので、鮮度のいいうちにお料理をしていきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、5月10日母の日に撮影してます。大好きなママにね、作ってプレゼントにしたいなと思います。で、何が食べたいかリクエスト聞いた時に、タコはね、タコ飯で食べたい、この子は1匹は煮付け、2匹目は薄造りのお刺身で食べたいなっていうことなので、やろうと思います。イカちゃんはやっぱりお刺身が美味しいのよ。お刺身と、うちのお母さんがむっちゃくちゃ辛いのが好きなんですよ。なので、ゲソは辛く炒めて食べさせてあげたいなと思います。ということで、今日は母の日のね、豪華な夕飯をプレゼントしたいなと思います。タコのね、下処理をしていきます。タコちゃん、ここ頭というか、まあ内臓ですね、内臓のところをひっくり返します。ぐるん、この内臓を取っていきます。はい、取れました。タコの爪はイカより粘度が高いので、ここまな板汚すと大変、気をつけてください。内臓がね、綺麗に取れました。そしたら逆側向けて、目と目の間、この辺に包丁を入れていきます。そしたらね、この中にくちばしがあるので、こいつを取ります。あとは目ん玉、ここもね、ぐるっと返して水で流して取っちゃいます。じゃあ今から塩もみをしていきます。タコ、ぬめりがすごくあるので、塩でしっかり揉んでいきます。よし、じゃあ一旦これを水で洗い流していきます。まだぬるぬるするので、もうちょっと揉みますね。こうやってね、こうキュッキュッて、お皿洗った後にキュッキュッてなるじゃん、あんな感じ。こうなったら OK。 タコのオスメス、今日はどっちでしょうか。正解は、今日のタコは男の子。どうやって見分けるかっていうと、ね、吸盤の大きさが、メスは綺麗に揃ってるんだけど、オスはこういう感じで、大きいのがあったり、ちっちゃいのがあったり、バラバラとした大きさの吸盤がついてます。なので、今日のタコはオスタコくんでした。はい、じゃあタコをさばいていきます。まず頭取っちゃいますね。
こっちはボイル用で、こっちはタコ飯用に細かく切っていきます。一口サイズ。じゃあこれだけはタコ飯用に使っていきます。あとはもうボイルで食べていきますので、このまま茹でていきますね。茹で汁作っていきます。味付けますね。これ、お酒と醤油1対1で混ぜてあるものです。これをね、茹で汁が色がつくぐらい、これくらいの色になればいいです。あとはタコを柔らかく臭みを取るためのお酢を少しだけ、ほんと気持ちいい。ではタコ投入。じゃあ今からゆでだこになっていきます。じゃあタコ茹でてる隙に炊き込みご飯の準備していきます。タケノコと一緒に炊き込んでいこうと思います。じゃあ一口大に切れました。じゃあ次、今日はね、4人分作りたいと思います。お米 500g、 お米研いだものを用意しました。ではここにを入れます。簡単にタコ飯を作る方法をご紹介したいと思うので、そばつゆ、めんつゆですね。でお玉1杯半ぐらい、タケノコを投入。でタコ入れます。あとは生姜をね、少し入れていきます。生姜を入れて、このままじゃあ蒸していきます。では炊き込みご飯を炊いていきます。だいたい中火で20分ぐらいで一旦様子を見ます。はい、じゃあタコを茹で上がりましたので、こちらも揚げていきます。ではね、タコぶつを作っていきます。お刺身で食べるようぶつを。このお刺身切るときにギジギジをね、つけるとお醤油が染みやすいので、ちょっと手をね、震えさせながら切ってあげるとさらに美味しくなります。では盛り付けていきます。タコのお刺身、タコぶつの完成です。20分経ちましたので、よいしょ。お、ここからね、また火を一回止めて10分ぐらい蒸らしていきます。じゃあ10分経ちました。こっから、よいしょ。ではね、混ぜていきます。すごいピンクになったタコの色。さあ、1匹のカワハギはもうこのまま皮を剥いて内臓を出して、このまま煮付けにしていきます。でこっちはね、このままお刺身にしていきます。はい、じゃあ今からカワハギの煮付けを作っていきます。お醤油、酒、みりんを1対1対1同割りで入れた煮汁を用意しています。そしたらカワハギ霜降りをしました。これを入れていきます。でここに生姜、ざらめ、で強火で煮ていきます。アルミホイルで落とし蓋をします。では次はね、モンゴウイカをさばいていきます。このイカは中にね、大船っていう骨が入っているので、この子を出します。これ船が外れたら中の内臓を取っていきます。このね、辺にイカスミがあるどういうこっちゃい、気をつけてくださいここ終わっちゃうとすっごくイカスミ出るので、
今目ん玉を出して、そしたらこれはもう炒め物に使っていくので、軽く塩もみしてぬめりを取ります。じゃああとはここのイカの口トンビを取って食べやすいサイズに、このゲソの部分は炒め物にしていきます。はい、ではこちらの胴体の方処理していきます。まずね、大きい皮をむきます。一番表側の皮をむきます。ここはまだエンペラついてるのでボイルして皮をむいて炒め物に使っていきます。あとまだこれ薄皮がついてるので薄皮を取っていきます。最後切り切っちゃわずに切り取り線だけ入れておきます。で裏返して布巾で簡単につるっとむけるのでこすって薄皮を取ります。はい、薄皮がきれいに取れました。つやつや。じゃあね、お刺身にしていくので2匹分、こっちの表側の方に、飾り切り込み線を入れていきます。お腹の方は少しだけ入れておきます。そしたらこれを軽く湯引きをしていきたいと思います。じゃあ2枚はお刺身も炙りで食べていこうと思います。で少し表面を炙ってみます。表の方炙ってみます。こんな感じ。刺身切っていきます。じゃあこっちは生のお刺身です。ではね、イカの海苔巻きを作ってみました。じゃあこれで、はい、イカの作りの完成です。はい、じゃあ煮付けも煮上がりました。はい、カワハギの煮付けも盛り付けました。じゃあ玉ねぎ入れていきます。今日は新玉ねぎたくさんあったので新玉とモンゴイカの炒め物、塩コショウ少々、少ししんなりしてきたらお酒を少々。今日は辛くしたいのでキムチの素をちょっとだけ入れます。これくらい、大さじ1杯ぐらい。これだけだとあんま旨味ないんで、焼肉のタレをここに足していきます。これも大さじ1杯ぐらい。じゃあ盛り付けていきます。プリプリ。はい、ではイカのピリ辛炒めの完成です。よし、食べよう。はい、じゃあ今日はね、3種類も魚があったのですごい時間かかっちゃったんですけど完成しました。ということで今日もお魚に感謝をしていただきます。今日はね、母の日なので一緒に食べてみようかなと思います。よし、じゃあ食べていこう。今日はフルコースのお料理できたんで宴会っぽくね、ビールで乾杯したいと思います。さあ皆さん、今日はどんな日でしたか？今日は母の日、みんな感謝を伝えられてるといいなと思いながら、乾杯。あ、さあということでいただいていきます。まずはイカ刺しからいこうかな。刺身から食べたい。うん、甘い、むっちゃ甘い。次炙りね。身が肉厚。うん、やっぱりちょっとイカって加熱した方が甘みが出るのかな。美味しい。さすが浜優くん、イカの海苔巻き、かわいい。うん、
うまい。イカめっちゃ美味しい。次はね、タコブツ。まゆくんが捕獲していたタコのお味はいかに。うん、プリプリ。うまい。めっちゃ鮮度いいね。美味しい。じゃあタコ飯いただきます。うん、めんつゆだけですごくしっかり味してるし、タコがね、生で入れたからめっちゃ出汁出てるわ。美味しい。タケノコの食感もシャキシャキしてよく合います。食べるものいっぱいありすぎて悩む。イカ、うん、うん、辛い。うん、辛い。ラストはね、カワハギくん。肝をカワハギのお刺身に巻いて食べる。もう絶対美味しいじゃん。私これ昨日から食べたかったんだ。うん、トロトロ、美味しい。煮付けのさ、肝も卵入ってたからね。うまー、最高に美味しい。たまゆくありがとう。本当にありがとうございます。じゃあこの後は家族でね、ちょっと宴会を楽しみたいと思いますので、こんなところで。さあ次はどんなお魚に会えるか楽しみです。ということで次は何を作ろうかな。また次の動画も見てください。バイバイ。ハマイカありがとう。そういえば湯飲み企画にタコがいた。で今日ハマユくんのおかげで達成。まだいっぱいある。頑張ります。